今回は欲望の呪いでド変態になれ果てたつくしあきひと先生のどしがたいエピソードをまとめてきました。そもそも変わった人が多いと言われている漫画家さんの中でも彼は鳥肌必至の変態ガチ勢なんですよね。ということで地上波ギリギリの NG を連発するつくし先生のあまりにもとち狂った人生エピソードをご紹介してまいります。もう小学生の頃には変態道を歩み始めていたというつくし少年、ある日偶然エロ本という神聖な遺物を拾ったんですけど、そこで何を思ったのか近所の団地へと向かい、ガスメーターの裏にそれを忍ばせるんですよね。で時間を見つけては人目を盗み、ガスメーターを訪れると隠したエロ本を取り出して何度も読み返していたとのこと。そんな生活を繰り返していたある日、団地の建て替えでなんと秘蔵のエロ本を紛失してしまうんですよね。まあそれが想像を絶するほどのショックだったそうで、しばらくは正気を失っていたらしいんですよ。そんな好みの絵を眺めるだけだったつくし少年でしたが、中学生になるとイラスト制作にのめり込んでいくんですよね。そして山ほどイラストを描き、めきめきと実力を上げたそうです。しかしますます性癖をこじらせるつくし少年にはある大きな悩みがあったんですよね。というのも当時は今と違って可愛い女の子が全く描けなかったらしく、まあ描けるものといえば醜いおっさんと不気味な怪物という謎のラインナップだったんですよ。そんなつくし少年にできることといえば手元にあった漫画の単行本に乳首を書き込むことぐらいだったそう。もうこの時点でかなりどしがたいんですが、これはまだつくしワールドのほんの一部、まさに深海一層に過ぎなかったんですよね。それから高校生になるとイラスト同好会に所属するつくし少年、その時はイボイボ生物の切断面をいかにリアルに描くかという呪われた作業に熱狂していたらしいんですよね。でそこへ新たに後輩が入ってきたそうなんですが、彼は丸っこくて超可愛い絵を描いていたんですよ。しかもそれがみんなにバカウケで人だかりができるほどだったらしいんですが、その瞬間これだと確信するとすかさず後輩に取り入って絵の描き方を伝授してもらったとのこと。これが後のグロ可愛いというヤバすぎる作風を生み出したんですよね。そして高校卒業後は専門学校でイラストを学ぶと大手ゲーム会社のコナミへと就職を試みるつくし先生、その入社試験では指定された課題をガン無視したそうで、代わりに卒業制作で描いた機械人形と少女の絵をこれでもかと綿密に仕上げて内定をもぎ取ったとのこと。そうして始まったコナミでのお仕事ですが、もう様々なゲームでデザインを手掛けて、またアニメのキャラクター制作にも参加するなど、まさに知る人ぞ知る凄腕イラストレーターとして評判だったそうなんですよ。でもそんな活躍の裏では念願だったエッチなイラストを夜な夜な描いていたらしく、それが思わぬ事態を引き起こします。ある日職場の飲み会で泥酔して先輩に家まで送ってもらったそうなんですが、朝起きると昨夜の記憶が全くなかったそうなんですよ。で床にはなんと人様には絶対見せてはいけない秘蔵のエチイラストがあちこちに散乱していて、さすがに焦ったつくし先生が先輩に電話をかけてみると、なんと着信拒否をされていた模様。その後会社に行ったつくし先生は一直線に先輩の元へ行くと着信拒否の理由を尋ねたらしいんですが、俺の口からは到底言えないと意味深な言葉を告げられ、それ以降その話には決して触れてはいけないという暗黙の了解が生まれました。ちなみに今も着信拒否は続いているそうです。そして10年間のコナミ生活を経てフリーのイラストレーターとなったつくし先生、当時自分が描いたイラストにストーリーをつけたくて同人誌を描き始めたそうなんですよ。でその同人誌に物語を描いているキャラがいて、この子は何を描いているんだろうと考えていたらしいんですが、そこからアイデアが広がった末に生まれたのがスターストリングスよりという不思議な漫画だったんですよね。この絵本のような独特の世界観を持つ本作は心臓を好き勝手に揺さぶられた気分、やっぱりヒロインはひどい目に遭うのかとコメントが集まるほど絶望系漫画のメイドインアビスを思わせるつくし感満載の作品なんですよね。たった70ページほどでサクッと読める本作、ざっくりとストーリーをご紹介します。舞台は宇宙の果てにある名前すらない小さな小さな星で、そこには少女がたった一人で住んでいるんですよ。しかも記憶を失っていて覚えているのはコロルという自分の名前とこの星で生きていくためのサバイバルスキルだけなんですよね。そこでなんとか人を見つけたいコロルは星をぐるりと一周してみるんですが、結局誰一人として見当たらないんですよ。そんな絶望の中で心がくじけそうになった時、偶然一本の不思議な糸を見つけます。それは地面から空へと伸びていて、どこまで続いているかわからないほど果てしなく長い糸なんですよ。で興味を惹かれたコロルがこの糸をぐっと掴み思いっきり引っ張ると、なんと糸に反応が返ってきてというお話です。まあここまで聞くとよくある不思議な物語って感じですよね。でも実際はそんな生優しいもんじゃなくて、メイドインアビスとはまた違うエグさで、僕はとにかく祈る気持ちで読んでました。これ以上は YouTube 様に怒られるので言えません。もし続きが気になった方は概要欄に無料で試し読みできるリンクを貼っておきますので、ぜひどうぞ。ちなみにこの作品を読んだ漫画編集者が突然連絡してきて、つくし先生に連載してみませんかと声をかけたそうなんですよ。それからトントン拍子で話が進んで、初めて漫画を描いてからたったの2年で初連載のメイドインアビスがスタートするんですよね。もう多くの方がご存知の通り、こちらの作品は危険度マックスの巨大な縦穴アビスで愛くるしい幼女が母親を探すって話なんですけど、それがあまりにも過酷な旅で、もう目も当てられないほどズタボロにされる主人公たちを超可愛い絵柄で描き上げるという、なんとも狂った漫画なんですよね。ですがこの黒いのに可愛いという凄まじいギャップが読者に刺さって、アニメ化映画化を実現する大ヒット作になるんですよ。そんな常人では到底書けない異例作を作り続ける変態のつくし先生は、どしがたいエピソードをもう無尽蔵に抱えているんですよね。まずはメイドインアビスのアニメ化の過程で、つくし先生が行った唯一の指摘は、レグの乳首をもっと大きく書いてだったとのこと。まあそれもそのはずで、つくし大先生は、成長期の男の子は乳首だけ女の子という確かなこだわりをお持ちなんですよね。さらに自宅にはトルソーと呼ばれる少女の胴体が設置されているんですよ。アパレルショップとかで服を着せてあるやつのことですね。で、つくし先生はこのトルソーに可愛い制服を着せており、下にはしっかりブラジャーまで装着しているそう。しかもそのトルソー専用の歯ブラシなど、生活に必要な日用品を完備しているそうで、彼女との幸せな日々が想像できます。また、メイドインアビスの作者なので、作品内の大人気キャラクター、ナナチの人形を職場のあちこちに飾っているんですが、そのうち一つは、なぜか耳の色が変色しているんですよ。というのも、つくし先生がよく耳を吸っているんだそうです。まあこれがナナチ人形の正しい使い方らしいんですが、良い子は真似しないようにしましょう。そしてさらに、ナナチを愛しすぎたつくし先生は、なんと、ナナチの耳の根元あたりの匂いの香水というあまりにピンポイントすぎる商品を監修しています。ただこちら、噂によると思いのほかいい匂いらしいので、もし知っている方がいたらコメントで教えてください。ちなみに、つくし先生は大のラーメン好きで、お気に入りというラーメン屋の替え玉引換券をわざわざ額に飾っていて、さらには使う用と保存用を使い分けているとのこと。そしてラーメンを食べ過ぎた結果、140を超えると高血圧だと言われている中、血圧220を叩き出したそうで、もはやラーメンで肉体が構成されたつくし先生の見た目は、巨体ヒゲモジャの黒笛ハボルグそのものになっています。そんな幼女専門ド変態のつくし先生も、かつては子供向けの絵画教室で講師をしたことがあるそうです。その中で、変態であることは絵描きにとっては強みです。自分が何が好きかを知っているのは本当に強いと、自分の変態性を高らかに称えています。まあお察しの通り、講師をしたのはこの1回限りで、それ以降一切声はかからないそうです。しかし、これほどの境地へ至ったつくし先生ですら、胸を痛める出来事が起こります。なんと友人に、うちの子供に近寄るなと危険人物扱いをされてしまったそうなんですよ。まあさすがにショックだったそうですが、この特殊すぎる性癖のおかげで、作品にありつけている読者としては、つくし先生には引き続き頑張ってほしいですよね。なあ、今回はつくし昭仁先生のご紹介ソス。心を揺らす初作品の試し読みは概要欄からぜひどうぞ。以上、漫画オタクの二宮でした。